ポルトガルのアビス王朝の国章ウィンザー・アーサの紋章。2013年11月、皇室構成員王朝とは、歴史の分類方法の一つで、君主の系列あるいはその系列が、朝は、朝儀に由来する。歴史家は、歴史研究の都合上、君主の系列を、おのおのの時代や、文化圏に合わせて、王朝として便宜的に分割してきた。そのため、 王朝の定義や分類方法に世界共通の規則はなく、王朝の範囲は歴史家によって異なることがある。すなわち、現君主国が自ら王朝名を名乗ることはない。王朝とは歴史家による君主の系列の人工的な分類である。多くの場合は、血族や養子縁組による世襲君主制の君主の系列を分類するために用いられるが、 奴隷王朝やマムルーク朝のように血縁とは無関係な君主の系列に用いられる場合もある。王朝名は王朝に分類された君主の在位時から意識されている場合もあるが、ほとんどは後世の歴史家による命名である。多くの場合、王朝は同性の一族による一連の世襲を指し、王朝ごとに国号が違うため、国号が王朝名として使われる。王朝の交代は、 血統の断絶ではなく、徳の断絶によって定義される。徳が連続している間は、血統が離れた相続や、別姓の非血縁者による相続も可能だが、一旦徳が断絶したものを再考した場合は、後頭が継続していようとも前、全館、五館のように区別するのが普通である。そのため、中国南朝の斎と領などのように、断景で連なる、同性皇族の相続であっても、 徳が断絶したと認識されれば、王朝も交代したものとみなされる。王朝が同一加盟の君主の連続によるものと定義され、加盟が王朝名となる。例えば、イギリス王のジョージ五世は、在位7年目までは、サクスコバーグ・豪竹を名乗っていたが、1917年に、加盟をウィンザー家と解消したため、これによって王朝が交代したものとされる。また、 当事者による仮名の変更以外にも、着流が断絶して、すでに別姓を立てている兄弟への継承や、冒険継承、または、女系継承が起きた場合も仮名が変われば、王朝の交代となる。ただし、近年は、女系継承が行われても母方の仮名を用いることが多く、その場合は、一般的には、王朝交代とはみなされないため、一致外に、女系継承や、 冒系継承が王朝交代に直結するとは言えない。ヨーロッパの王家は武力で滅亡する例は少なく、多くが着流の断絶による加盟の変更である。ただし、中世以前には正式な加盟がない場合が多く、多くは後世の歴史家が適当に命名及び分類したものである。当初はムハンマドに始まるアラブ人の世襲のカリフの県政が及ぶ範囲を王朝と定義でき、 その最初にして8世紀までに強大な勢力を築いた王朝はイスラム帝国と呼ばれている。しかし、ペルシア人も台頭して、ムスリム内では対立が激化し、10世紀にはカリフが乱立するなどして、権威が失墜した。その後は、スルタン、シャー、ハンなどの君主号で有力者がそれぞれに王朝を建てて、世襲した。アラビアのほか、ペルシャ、シリア、 などは古代ギリシア語による地方名のエクソニムであったが、君主は対外的には訂正を敷いていたため、しばしば歴史家によって、県政の及ぶ範囲を国家に相当する領土範囲と認め、ササンアサ、セレウコスアサ、ファーティマアサ、アッバース朝などの王朝名で国名に代替した経緯がある。現代でも、例えばサウジアラビアは、サウード家のアラビア地域の王国を意味している。 もっとも、いくつかある、初見性を一つに束ねられるさらに大きな体験が、登場した時には、西欧の定義に習って、これを、帝王と認め帝国を定義している。これによりオスマン朝は、オスマン帝国とも呼ばれる。日本史において、一般的に王朝の分割による時代の分類は、意識されておらず、また、皇統以外の王権の存在も意識されていないため、 王朝の故障はとの対比による故障としての王朝時代の例を除いて一般には用いられない。この例では平安時代を代替して王朝時代と呼び、同時代の文化を王朝文化、王朝文学、王朝物語、そして11世紀中期、内し12世紀後期までの期間を王朝国家と呼ぶことがある。各々の,の,の天皇の時代を水古朝等のように呼ぶ例や、 口頭が断絶しない要望系から擁立した例で、人特徴、天務長と言及されることがあるが、あまり一般的な用法とはなっていない。現在でも、世襲や同族経営が行われる、財閥企業グループ、家元制や、世襲政治家の家計などにおいて比喩的に使われる、場合がある。ありがとうございます。